じゃあ改造しましょう。そうなのよ、物資ね、限界があって。おお、すげえ。連射速度ブレ、リコイルか。まあマガジンだね、基本的には。うん、いけそう。多分こっちもね。あ、攻撃力だもんね。あー、リロード上がるのか。見とけばよかったけど、まあいいや。んで、またこれって、エリー床見て、隠しかな。降りられそう、ダメ。何か仕掛けがあるかな。エレベーターか。お願い。下に何隠したんだろう。絶対アダルト系だから秘密にしてたんでしょ。それなら別にいいんだけど、いつも寂しそうだったし。もう枯れちゃってるみたいだけど。なるほど、そういうことだったんだ。植物育ててたのか。食料？お、なんかある。ディーナ、ねえ見て、ビデオテープ。ドーン・オブ・ザ・エロス、ムラッとパンツで行く。これってポルノ。友人いい趣味してる。そういうことね。実際にあったわけだ。他にめぼしいものは。リーナ、え、ガスマスクでできたパイプ。さすが友人。どういうこと？パイプか。ああ、そういうことね。タバコも作ってたわけか。これ。あ？何が入ってる？おっと、やったね。まだ吸えるかな。タバコか。消費期限あるっけ。うん、試してみる。私やろっか。平気。まあもう貸して。どうぞ、開けられるもんならね。なにこれ、買ったでしょ。もういい。ちょっと投げるか。何なの今の。ちゃんと開いたでしょ。匂いは平気。
どうせしばらく出られないんでしょ。出られないね。ねえ、質問してもいい？どうせするんでしょ。10段階評価で1がね、ありえないくらいダメなレベル、10は人生が変わるくらいなら、夕べのキスにエリーだったら何点つける？またその話蒸し返すの？後悔してるんでしょ？私が？どういうつもり？キスの評価を知りたいだけ。わかんない。私は6点。6点？ひど。平均より上でしょ？あっそ。周りに人たくさんいたし。そうだけど6ね。何？不満？だったらいくつだと思ってるの？言いたくない。ほんと可愛げない。こっちのセリフ。外は吹雪なのに出てっちゃってもいいの？ティーナの好きにすれば。今度こそ6点以上出してよね。変わったね。アビーって言うんだ。男と女って出てたけど。で、あれだよね。結局エリーは1の時のトラウマで男性恐怖症なのかどうかわかんないけど。あまり男性と一緒にいるってないよね、ジョエル以外ね。やべ、来たー。走れ走れ。やべ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 。こっちはこっちでやばいな。どう来てる。ウォーバイも来てる。どっちどっちどっち。こっちこっちこっち。やばい。いや足足が。おお、どうぞ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 。こっち、よし。何なの？本当。よし。よし。はい。おお。やっぱ。感染者以前よりだいぶ凶悪じゃん。
やばいやばいやばい。ジョエルいたねー。おお。かかってろ。急げ、こっちだ。そっちそっちそっち。いやー、時間の問題だね。腕いいのかな。後で掃除しに来ればいいだろう。まずは生き残らなきゃ。窓に注意を。お、鉄パイプ。はい、パツー。どうに向かう。どうだ、急げ。ない、アイテムない。はい、おお、で、もういい。もう一個なんかあったよね。一応アビーの方は共通じゃないんだね。ない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 なあ、お前やばいやばい。クソ、入ってきたぞ。ゴンドラを窓まで移動する。お前らは感染者を取る。分かった。重いな。あと一回、よし。有利ですね。弾が待って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 。ダメ。どうするか、トミー。もうちょっとだぞ。危ない。よし、これだ。おい、窓から出るぞ。行くぞ。やばいやばい。離れるんじゃないぞ。どこ向かってるの。ここら中にいる。遅れを取るなよ。あそこのドアだ。こっちだ、急げ。な、トミーだ。そいつはジョエル。あんたはアビー。アビー、平気か。あれじゃ持たないな。戻らないと。ジャクソンに着く前にやられちまったろ。バリケードで塞ごう。トミー、ここにいれば死ぬぞ。ジャクソンまで馬が持たないだろ。私の友達が
すぐ北の屋敷にいるの。フェンスに囲まれてるから安全。ボルドウィンの屋敷か。あそこだ。それじゃあドアを開けるぞ。よし、俺と一人乗れ。行くぞ。急げ。じゃあこの傷は？12歳の時スケボーを拾ったんだ。もしかして？それでね、乗ったはいいんだけどビューンってボードが飛んでっちゃってそれでこんな傷できる？ナイフの上に転んだの私は薬品のやけど、うん、自分でやった。なんで？傷を隠すため。ここ14歳の頃、感染者に噛まれてさ、その時分かったんだ、免疫があるってこと。それで歯型とかそのまま残っちゃったからさ。言った！嘘つき。ちょっとね、何？私は正直に話したのに。私だって正直に話したよ。噛んでほしいの？ちょっと聞こえた？ジェシーねえ、そこで待ってて。いいから、そこで待ってて。ってば。ちょっと、こっち見ないでよ。何してんの？ふざけんなよ。パトロール中だろ。だって外吹雪いてるから。葉っぱか？何しに来たの？任務には責任を持てよ。これは遊びじゃないんだぞ。あんたこそここで何してんの？ジョエルたちが来なかったからだよ。何それ？1時間待って。馬を探してたら明かりが見えた。町に戻ったんじゃない？交代もなしに？まさかここ以外もちゃんと探したの？いや、まだ。手分けしよう。3方面から進めば数時間でカバーできるでしょう。単独行動はまずい。危険すぎる。だから探しに行かなきゃ。分かった。俺は西、ディーナは南、エリーは東。身長第一だぞ。うしたら。それだけじゃない。
どうやって電気引いたんだ。お前どこにいたんだよ。屋根のソーラーパネルだよ。あいつら誰だ。いつからここに。昨日から。昨日。ああ。ここで何してる。通りかかっただけ。この辺りに住んだぞ。こっから数時間のとこだ。出発する前に町で補給していくといい。ありがとう。私はメル。トミーだ。それと兄貴ジョエルだ。なんだ、俺たちを知ってるのか。ああ、知ってるね。やめろ。ほら、こいつは気絶した。窓際に運びな。トミー、離せ。やめろ。ジョエル、ミラ。お前は誰だ。誰でしょう。言いたいことがあるならさっさと言って終わらせたらどうだ。止血して。早く。動いたら殺す。クソが。どいて。あんた、あたしがゆっくり苦しめてやるよ。アービー、敵だったか。マジか。で、ジョエル知ってるってことは、どうだろう。ワンさ、結構、ファイアーフライの他に、いろんな敵を相手にしてるわけだよね。お願いだから、無事でいて。いや、あれ、無事でいられないだろう。マジか。ワンで言えば、ファイアーフライ最後でしょ。で、その前に、ジュエルたちが最初にいた基地のところ、あとは、エリーがね、エリーっていうか、ジュエルが、感染っていうか、病気になりかけて、倒れ込むのよ。それこそ雪山なんだけど、そこで、敵対する町があるのよね。で、そこですごいことに大量虐殺になるんだけど、結局ジョエルたちは勝つんだけど、もしかしたらそこの人たちの可能性も高いなとか。まあでもちょっと正体まだ分かんないね。ジョエル、ト
絶対やばいな。あー、ジュエルの声がする。何なのあの音。ジュエル、ちょっと待ってよ。マジか、そういうことか。なんか武器になりそうなものはない？これ以上。この先か、なんか嫌だな。ジョエル大丈夫だよね？連中が来る前にさっさと引き上げるぞ。もうやめろ。あんたも望んでたでしょ。終わらせろ。いいな。ジョエル、立ってよ。何やってんの。もうやめて。殺さないで。ジョエルね、立ってってば。やめろ。地獄。全員ぶっ殺してやる。やめろ。座ってもいいか。
マリアがこれ食べろって。絶対に諦めないよ。俺たちの計画のためにみんなを借り出したらジャクソンが無防備になるだろう。だからってあいつらは野放し。それはありえない。でも実際そうなってる。また襲われたらどうする。マリアに説得しろって言われたの。一理あるだろう。立場が逆ならジョエルはとっくにシアトルに向かってるね。それはない。ジョエルなら絶対にそうしてる。シアトルの奴らがどうかも分かっちゃいないんだ。ワシントン解放戦線、気象にそう書いてあったんでしょ。盗んだジャケットだったら。そんなの。拠点を移動してたら。何言ってんの。もういい。明日出発する。一緒に来たいなら来れば。自分が何言ってるか分かってんのか。向こうの人数だってどれだけ武器を。そんなの関係ない。説得しても無駄。1日くれ、マリアと話す。いいな。何人か借りられるはずだ。反対されたら。そしたらまた考えよう。1日だ。頼む。ジョエルの家に寄っていい？持ってきたいものがあるんだ。分かった。マジか、ジョエルと旅できないのか。そうか、ジョエルと旅が多少できるのかなと思ってたけど。